先週、この TI、TI、あ、はいはい、内向論理をやったので、はい、うん、じゃあ今日は外向論理について、はい、うん、めまいさんの、はい、いざよいブログから外向論理を考えていきましょうと思っております。はい、最初もなんか論理的に考えるよ、うん、考えるけど、うん、それをまあここにもある価値っていうのが、うん、はい、上の軸の3つ目にあるんですけど、うん、価値の工程で、うん、体調はその一番下にあった、はい、要は強いよ、うん、強弱といえば論理は強いけど、うん、大事だと思ってない、うんうん、っていうのが結構ピンときている、はい、前そのこれを知る前もおっしゃってましたもんね、うんうん、あの論理が大事だと思っている感情ですって、感情です、なんだその説明と思ってたんですけど、はいはいはい、うまく説明されてましたね、うんうん、っていうところ、まあ、価値観的には低いって話ですよね。思考を磨かなければみたいな価値観はない。僕はそれをかっこいいって思ってしまう、うんうんうん、はい、重要ではない。僕はね、うん、重要だと思ってるんですよ、はい、論理は、はい、使いたいんですよ、うん、逃げようとする。使えない、この武器は使いませんなんですよ。使えるんですよ、多分 MBTI とかでも劣等機能とかって、はいはい、使えないから諦めなさいではないですもん。磨きなさいでしたっけ。磨きなさいですもん。自己成長のためにはそこは必要ですよみたいな。恥ずかしい。使え、まあ、ただストレスはたまるから、あまりストレスたまるほどはやらなくてもいいけど。だって横でね、このバトンをくる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 上手に回してる横で、はい、僕はぎこちなくこの両手でやってるんですよ、はい、うん、かっこ悪いじゃないですか。この辺恥ずかしさを考え、はい、感じながら。外向論理とは、物あるいはこと人の客観的な活動に関わっていますと、うん、何かが効率的に機能するときには一定のアルゴリズムが必要ですと、うん、そのアルゴリズムを理解したり作り出したりするのが外向論理の働きですと、うん、外向論理の解釈の一例としましては、物事の動きを把握する、うん、どこで何がどのように起こっているのかという、うん、事実、はい、事実に着目する、うん、効率的な方法を見つけ出し合理的な行動とそうでない行動を見分ける、うん、情報が事実として正しいかどうかを判断する、うん、とあります、はい、こういう頭の使い方をするときはあなたの中の外向論理が働いているときですと、うん、でここでわーって分けを起こってくるのはですね、はい、いや皆さん、僕も基本動くときって合理的な行動を取ろうとしてますよね、人って。すべ、うん、ての人は合理的な行動を取っている。そんなことはないですよ、ね、合理的と思って活動している、うん、に決まってるじゃないですかって思うんですよ。決まってはないですよね。なんでですか。合理的ってこう効率がいいかどうかって話ですよね。だって僕今日ここに来るときに、うん、やっぱり自分の中で考える、うん、ここが一番早いなっていう最短ルートで来るんですよ、うん、はい、でもそこになんか嫌な人がいるっていう時に、いやでもここが合理的だからと来なかったりするわけじゃないですか。遠回りしたりするわけじゃないですか。でもでと、はい、それはそこを避けることが合理的であるって考えて、うん、でもそこを取るのが合理的じゃないですかっていうのが多分合理的なんですよ。うそーん。そこは避けた、合理的を避けたっていう感情を優先したみたいな話じゃないですか。ここは確率じゃないんですか。確率が悪い、そこを通るのは。でここの人に絡まれてここで10分ロスしてしまうとかだったらこっちから行くのは合理的だと思うんですけど、はい、この人に嫌味をスルーすればいいだけみたいなのであればまっすぐ行くのは合理的みたいな話じゃないですか。ちょっとねそれはね、なんて言うんだろう、うん、皆さんどうでしょうこのっていう捉え方だと思うんですよ。いや今日の俺はなんて言うんだろう、うん、合理的じゃなかったなって考えながら動いてる人もいるっていう、うん、合理的じゃないことを別に、まあ、急いでないしみたいな。なんか結局あっちの道から行くと桜が咲いてるからみたいな。ああ見たいよね、見たいよねっていうのは感情を優先してるわけじゃないですか。いやそれは気持ちを盛り上げるっていう、それはなんか気持ちを優先してるって話ですよね。違う違う、これは、うん、これでテンション上がるなら今日の一日が合理的に過ごせるっていう合理的な考え方じゃないですか。それで本当に効率的に回るのであればって話ですよ。要は感情、この MBTI とかソシオニクスって、はい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 、倫理か論理か感情か思考かみたいな話じゃないですか。どっちを優先しますかって話だと思うんですよね。だから効率を優先するのか、そういう楽しさみたいなのを優先するのか、はい、自分の気持ちみたいなのを優先するのかみたいな話だと思うんですよ。では外向論理のキーワードは
効率、方法、メカニズム、知識、動き、動く根拠、最も論理的な行動への流れと、流れと活動方向づけること、功利主義とか、便宜、利益なんていうことが書いてありますね。そういうことを考えてますかって話ですよね。考えてますよ。効率主義ここを通ってくるとみたいな。ああ、いや、なんか今日はこっちの道を通ってみようとかは。だからそれはこう、この定理からいくと外れますよねっていう。あっちの道に何か面白いものがあるかもしれないとか。でも論理的な人もそういうのはしますよね。論理的な人はしないとは言ってないですよ。ああ、はい、チェってごめんなさい。素のチェが出ましたね、はい、申し訳ございません。そっか、そういう論理的な人が、うん、その桜を見に行く論理はどういう論理なんですか。桜が見たいからですよね。論理的な人に感情がないわけじゃないですよ。あ、僕に論理がないないことのように 100% こう論理的ってもう多分コンピューターレベルですよ。なるほど。ロジックで全て考えてみたいな。で、外交論理の強弱ということで、どのタイプも外交論理を通した見方考え方をしますと、うん、するんですよ。僕もしてるってことですね。あ、そうそうそう。で、優先順位の話じゃないですか。あっちに楽しそうなことがあるって思ったらそっちの楽しいことを優先したりするっていうで、ここでは強弱があって、うん、星の数で強弱を表しています、はい、ではモデル A の外交論理で落としていくと、うん、まあ、今挙げているこのような表になりますと、はい、ではまずこの一番左のブロックというところで言うと、うん、自我のところから紹介します、はいはい、自我ブロックかける外交論理というところで、自我ブロックというのはこのタイプの個性やアイデンティティを表す部分ですと、うん、自分でもちゃんと使えるし、うん、価値もある、うん、と思っていて意識もしている、うん、というところですね。主導する機能というのはまあリーダーなんですけども、うん、はい、あなたの中の8つの機能のリーダー、うん、最後に決める人が主導する機能で、うん、LIE と LSE の人、うん、彼らにはこれが自分自身のアイデンティティで圧倒的な強みですと。主導する TE は自分の個人的な興味や専門的な活動に関する事柄について本や人から聞いた情報などという外部のソースから事実的な情報を蓄積しようとする機能ですと。また機能によってその事柄に精通しているという自信を得るので、自分の知識に自信を持ってそれに関係する議論に参加することができるのですが、他人には横柄な印象を与えることもあります、うん、まあなんか偉そうにペラペラ喋ってると、まあこの僕の言い方がそうですよねなんだ偉そうにみたいなように受け取るみたいな、受け取るので横柄な印象を与えることがあります、うん、まあ正しいされるものを淡々と喋ってるみたいな感じですよね。それは間違ってるからこうだよみたいな、あそこの文献見てごらんみたいなはい、みたいなところですね。ところですね、うん、で他の特徴としては外的な事実の評価が挙げられますと、うん、つまり外交、労働、社会問題、金融、手続き、うん、人間関係などが外的な事実にあたるが、うん、いや外に現れている姿ではあるが、はい、正確であるか、うん、理にかなっているか、うん、効率的であるか、うん、といった視点からそれを評価すると、うん、そこからその世界をどんどん効率的で合理的にしようとして、うん、同時に自分は役に立つ、うん、実利的である、うん、学べる活動に関わっていて、うん、生産的である、うん、という自尊感情を高めようとすると、うんうん、で間違いだと分かっている情報を広めることは不安などでできる限り避けますなんていうことが書いてあります。で今これ喋りながらあーっと思ったのが、はい、まあ、僕の話ばっかりして本当すいません、はいはい、自分が内向思考を脆弱な機能だと思っているので、うん、はいはい、捨てちゃうっていうことなんですけど、うんうん、僕今日脆弱な機能には多分これはいないんですね、はいはい、それはここにもあった、うん、その外からの知識を得るのは僕は好きなんですよ、うん、重要だと思ってる、重要だと思ってる、うんうんうん、それを使えないだけで、はい、っていうのが、うん、あーなんか分かるなとか思いながら、うんうんうん、でこれを上手に使える人を僕はいいなと思うんですよ。だって最も著名な人が書いた論理的な文献がなんか一番正しいんじゃないって
現時点ではって僕は思ってしまうので、うんうんうん、なんて言うんだろう、多分この人たちは違いますよねっていうところですよね。あ、うん、違うと思っている、違うと思ってるっていうか、正しいかどうかを本当に検証するみたいな話じゃないですか、うん、最も著名な人がこういうことを言ってる、はい、でも本当にそれは正しいのかどうかっていうことまで検証したい、なるほど、で本当に正しさを証明したいみたいな感じじゃないですか、で使えれば使うしみたいな。あ、だからその、うん、僕みたいにこのあチャット GPT が言ってましたえい、うん、って多分やらないですよね。チャット GPT が言ってるこれは本当かどうかみたいな、で使えると思ったら使うみたいな感じですよ。では想像する機能ということで ILI と SLI ですね、はい、先の2タイプほどではないにせよ強みとしています、うん、この想像×機能×外交論理は観念的な一貫性よりも事実上の正確性を、うん、また雰囲気を悪くしないための慎重な言葉遣いよりも客観的で不快なコミュニケーションを好みます、はい、効率的で合理的で有意義なものの見方は自分の幸せと心の平和にとって不可欠なものではありますが、うん、積極的で生産的であることに差し迫った必要性を感じているわけではありませんと、うん、なのでこの先に挙げた LIE と LSE とは異なり、うん、生産的であることが一番の目的ではない、うん、あくまでも自分の幸せと心の平和のための手段ぐらいをこの TE で使う、うんうん、はい、だ快適にするためみたいな、なんかエニアグラムの話みたいですね。いかに楽して仕事をするかみたいなことですよ僕だとは、はい、楽をするためにいろんなことを考えてこうチャット GPT ってこんな風に使えるんじゃないかみたいなっていうのをずっとやってるんですよ、ね、ずっとやってます。それ仕事じゃんみたいなはい、はい、なんかずっと昔からこんなようなことをずっと言ってますもんね。そう、サボるために頑張ってる、はい、みたいなことはずっと言ってます。ずっと言ってますもん、ね、はい、で結局そのこの作業をやるよりも、うんうん、こうやって簡単にやったらできるんじゃないっていうのをずっと考えてて、うんうんうん、できる時間が一緒だったみたいな、一緒だったみたいな、むしろ時間かかったみたいな、なんか同じ作業がいくつもあればこっちが有利になる、多分有利になるんですけど、はいはい、もう本当この作業めんどくさいと思ったらそれをいかに効率化することを考え出すみたいな、ずっとずっと考えてる、はい、僕多分それなんか上司として横から見てると、うん、とっとと手動かせやって、うん、なんか違う方に手動かしてるんですよ、はい、まあこの辺、はいはい、では、次ブロックでいうところの超自我のところですね、はい、この超自我ブロックというのは義務感や社会規範に関わりますと、うん、価値を感じないし苦手意識が強いが見栄を張ったり褒められたがったりしますと、うん、はい、自我超自我というのは、はい、自分でも意識はしている、うんうんうん、無意識下ではない部分ですね、うんうんうん、はい、というところでまずはこの3段目から、うん、規範の機能をかける外交論理は ESE と EIE ですと、外交論理に対する不信感を表しますと、うん、効率的で生産的で聡明な人に見えなければいけないとして努力をするのが特徴的ですが、主導する FE が決めた優先事項と衝突しない場合のみですと、例えば最も効率的なやり方ではなかったとしても自分が目指している雰囲気、敵意がないことを示せるような感じを生み出したり維持したりするのに最も望ましいやり方と判断すればそれに決めてしまうかもしれないと、この効率的で生産的な人と思わなければいけないという必要に駆られるものの、効率的であること自体には価値を感じていませんと、いくら効率が良い方法だったとしてもそれによって雰囲気が悪くなってしまうなら選ばない人たち、これはちょっと僕なんか惑わせるんですよねはい、はい、あの ESFJ にいるかもしれないってちょっと冒頭であのカーシー博士には言われると言ったんですけど、うん、この前の2文字が入れ替わる可能性がある、はい、ここの ESE がいるんですね、はい、これ ESFJ です、はい、諸説ありますが、はい、なのでちょっとなんかこの辺はねわかる、
僕いるのかなってちょっと思ったりするんです、うんうんうん、空気悪くしてまで効率求めないみたいなけど、うん、あのこの現代社会では、うんうん、生産的で聡明な人に見られたい、うんうん、そういう風な人が売れてるんだから、うんうん、そうあるべきだ僕もそうなりたいと思ってるんです、うんうん、っていうの今の説明じゃないですかそうだからこれはね、はい、努力もしてるつもりなので、はい、だけどそこまで本当に実行できないみたいなところですよね。し、まあこれが難しいのは、うん、僕の売りな部分って、はい、そういう面じゃなくて、うん、可愛いとこだよねって思ってるので、うんうん、あとはまあそこを崩してまではそうやりたくないだって上手い人いっぱいいるもん、うん、っていう説明を聞くとここにいそうな気はします。いそうな気はします、はい、では脆弱な機能、うん、4番目ですね。脆弱な機能かける外交論理ということで、うん、SEI と IEI の方、はい、SESE、EIE、まあ、先の規範の機能の方ですね、うんうんうん、よりも、外交論理の見方に対する拒否感をあらわにします、うんうんうん、脆弱な TE は、うん、自分の心情や主張や行動を外部の情報に基礎づけることへの懐疑や嫌悪感として現れますと、うん、例えば SEI は、うん、たくさん本を読んできたと説明する人の専門性よりもむしろ、うん、たとえごくわずかでも実地経験がある人の専門性の方を信用する、うんうん、また IEI は、うん、自分の意見や自分の見方を自身の個人的な洞察に基礎づけるでしょうし、うん、洞察に反する要はあの受け売りとか、うん、そういうのをやっぱり懐疑的になる、うんうん、読んだことを鵜呑みにすんなよ、うん、がこの人たちの典型なこの霊障、うん、シニカル、うんうん、で、この霊障は特に百科事典や参考書のような、うん、さもなければ中立的で信頼に足るように思われる情報に対して向けられますと、うんうん、他にもこの脆弱な TE は効率や生産性、うん、そしてなされた主張の事実的な正確性についての問題を処理したがらないという形でも現れます、うん、主張はインプットによってなされるが、うんまあ、使ってるんでしょうね、はいはい、そのインプットは他の機能から来るものであって、うん、当面の問題にあまり適していないような外的事実を吟味することからも来るものではないと、うんうん脆弱な TE を持つこれらのタイプは外からの情報から適した情報を見極める能力にめっぽう自信がないと、うん、人から聞いたこととか外部の情報を受け売りって考えて嫌がる、うんうん、彼らはこうした外部の情報のうちどれが信用できるものなのか、うん、どの情報を選ぶのが最も効率的か、うん、というのが選ぶのが苦手で、うん、自信がない、うんなのでむしろ自分の経験とかの方を常に信用しているっていう人たちという紹介がされています、はい、なので、強弱も低いし、うん、価値も低い、うん、という方々ですね、はい、